ダレン・オディはアイルランド・ガブリン出身の同国代表サッカー選手。ポジションはセンターバック。オディともオディとも発音される。セルティック FC でキャリアを始め、2006から07シーズンにトップチームへ昇格した後は、同シーズン、2007から08シーズンとスコティッシュ、プレミアリーグに連覇を経験し、2008年にスコティッシュカップ、2009年にスコティッシュリーグカップを それぞれ1回獲得した。2009から10シーズン前半は、フットボールリーグチャンピオンシップのレディング FC で、半年過ごし、シーズン後半はセルティックに復帰。一時的に首相を務めたが、以降はセルティックでの出場機会はなく、2010から11、2011から12、シーズンはそれぞれフットボールリーグチャンピオンシップの、イプスウィッチタウン FC とリーズユナイテッド AFC へ。 貸し出された。2012年から2013年はトロント FC に在籍していた。アイルランド代表としては U-21 での首相を経て A 代表でプレーしており UEFA ユーロ2012の登録メンバーだった。初期バスケットボール選手の両親、特に母は代表選手であった家庭に生まれてダブリンで育ったオーディはサッカー以外にもクロンキーン。 セカンダリースクール在学中には、ゲーリックフットボールに親しんでいた。故郷のホームファーム FC で、サッカー選手としてのキャリアをはじめ、後に、プロとなるオーエンガーバン、クリスマ・キャン、シェーン・サップルと共にプレーをする中で、U-15 セルティック FC を相手に2得点を挙げる活躍が、トミー・バーンズ監督の目に留まり、セルティックの下部組織に入団した。 セルティック・セルティックの下部組織とリザーブチームで育成された後、2006年9月に、スコティッシュリーグカップのセントミレミ FC 戦で、トップチームから初出場を飾り、それから2ヶ月後のインバネス・カレドニアン失する FC 戦で後半からスコティッシュ、プレミアリーグ初出場をする。12月6日の UEFA チャンピオンズリーグ2006から07での FC コペンハーゲン戦で負傷した。 スティーブン・マクマナスに代わって UEFA チャンピオンズリーグ初出場、それから4日後のダンファー・ムリーン・アスレティック FC 戦で初先発出場を果たすと、12月16日のダンディ・ユナイテッド FC 戦で初得点、2007年1月2日のキルマーノック FC 戦で2得点目を挙げた。また、同2006から07シーズンはデビューシーズンながらもセルティックのために、 重要な役割を果たした。リーグ戦で10試合以上に出場して、優勝に貢献すると、UEFA チャンピオンズリーグ2006から07、ベスト16のスタディオジュゼッペメアッツァでの AC ミラン戦では、最終的にアディショナルタイムで、過去の得点を許し、引き分けに持ち込まれてしまったが、試合後に、相手 DF で首相のパオロマルディーニから若手らしからぬ。 落ち着いたパフォーマンスを称賛され、また、ゴードン・ストラカン監督にも感銘を与えた結果として2007年3月13日に契約を3年延長した。2009年3月15日に、スコティッシュリーグカップ決勝戦のグラスゴー・レンジャーズ、F c とのオールドファームでは、延長戦、開始90秒に、頭で、先制点を挙げ、試合終了間際に、A 段幕切りの、 ペナルティーキックによって2カラレーで優勝した。2010年1月に、レディング FC の期限付き遺跡から復帰すると、同月の5試合全てに先発出場して、レギュラーに返り咲き、さらに、マクマナスとガリー・コールドウェルの対談以降は首相に任命されるほどに、トニー・モーブレー監督から信頼を寄せられた。他クラブに期限付き遺跡で過ごした後、2012年6月1日に、 契約満了に伴い放出された。契約には1年間の延長オプションが付随されていたものの、オディ本人が行使しないことを決定し、チームに感謝して入団先を探すために退団した。2009年9月1日に、ブレンダン・ロジャーズ監督率いるフットボールリーグチャンピオンシップのレディング FC へ2010年1月1日までの期限付き遺で加入し、 9月12日の本拠地でのドンカスター・ローバー,アーツ FC 戦で初出場を飾った。加入当初はセルティックへの復帰に難色を示すほどに順調だったもののチームが低迷して残留争いに突入すると控えが定位置となっていた。しかし、期限付き移籍が終了した1月の移籍市場でセルティックに復帰後はモーブレー監督及びニール・レノン監督の下で 定位置を確保している。ダニエル・マイストロビッチの加入の影響から、レノン監督の構想外となったため、2010年8月17日に、ロイ・キーン監督率いるフットボールリーグ、チャンピオンシップのイップスウィッチタウン FC へ5ヶ月の期限付き遺跡で加入する。キーン監督解任後に、ポール・ジュエル監督が就任すると、契約更新の処遇が由来だが、最終的に、 シーズン終了まで期限付き遺跡が延長され、フットボールリーグカップのアーセナル FC 戦で、同試合の最優秀選手に選出されるパフォーマンスを披露した。2010から11シーズン終了後に、イップスウィッチタウンから完全遺跡を提示されたが、セルティックへの復帰を決意した。なお、復帰後に定位置を確保することができなかった場合は、定期的な出場機会を得るために他クラブへの移籍を、 考えていることを明かした。代表でのことを考慮して、セルティックで定位置を確保したかったが、2011から12、シーズン開始時に先発をつかめず対談の意思を表明した。それに対して、レノン監督はオディを期限付き遺跡に出す必要性を感じたため、2011年8月4日に、フットボールリーグチャンピオンシップのリーズユナイテッド、 AFC へのシーズン終了までの期限付き移籍が決定し、背番号48が手渡された。なお、入団会見で13歳の頃に同クラブのトライアルに参加していたことを明かした。サウサンプトン FC とのシーズン開幕戦に左サイドバックの位置で初出場を飾り、リーグカップのブラッドフォードシティ AFC 戦では代表に招集されていたことで未出場だった。 リー・ブロンビーが負傷したため、春して AFC 戦では慣れ親しんだ、センターバックで起用された。10月18日にエランドロードでのコベントリーシティ FC 戦で遺跡後初得点を挙げ、続くピーターバラユナイテッド FC 戦で試合終了間際に2試合連続得点にして決勝点を挙げた。なお、シアーのベッキオが自身の得点と主張していたが、 ボレーキックの際にラインを越えたと判断され、オディの記録に加算されている。10月30日のカーディフシティ FC 戦では、自身のミスからジョーメイソンに得点を決められ、試合後に頭部を負傷したことによる視力の問題でミスをしたと釈明した。2012年3月24日のミルウォール FC 戦でイエローカード通算10枚目を提示されたことで4月の2試合は、出場停止となると、 さらに、4月17日のブラックプール FC 戦で、アンヘルに対するファールで、イエローカード2枚目による退場処分となり、シーズン残りの欠場が決定した。シーズン前半戦が終了後、2012年1月の遺跡史上、または期限付き遺跡が終了する前までに、リーズへの完全遺跡を望んでいたものの、4月20日に、ニール・ウォーノック監督からクラブが完全遺跡での、 獲得を望んでいないことを伝えられて、対談となった。トロント2012年8月3日に、メジャーリーグサッカーのトロント FC へ完全移籍する。リーグで2番目に悪い守備を立て直すため期待を寄せられ、練習で、早速リーダーシップを発揮していたオディは、18日のスポーティングカンザス戦で、初出場を飾り、9月上旬には、股関節手術のためシーズンを終了する。 トルステン・フリンクスから首相を引き継いだ。2013年7月3日、同じくカナダを拠点とし、ライバル関係にあるモントリオールインパクト戦で初得点を挙げた。2013年7月13日、特別指定外の選手としては最高年俸を受け取っていたことで、サラリーキャップの年俸総額の上限に空きを作るため、トロントを退団することとなった。 メタルルフドネツク2013年7月19日に、ウクライナプレミアリーグの FC メタルルフドネツィクと3年契約を締結する。翌日の FC カルパティリビュー戦で、初出場を飾り、出場2試合目の敵地での FC ボルスクラポルタバ戦で、初得点を挙げた。ダンディ2016年1月7日、スコティッシュプレミアシップのダンディ FC とシーズン。 終了までの契約で加入した。アイルランド代表としては U-19、U-21 でプレーし、それから1年も経たないうちに A 代表にまで招集された。2007年3月3日にドン・ギブンス監督の下で U-21 代表に招集されて、首相を務めると、その1週間後には24日のウェールズと28日の スロバキアとの UEFA ユーロ2008予選へ向けて A 代表に初招集された。2008年5月13日、ジョバンニ・トラパット二新監督が最初に指揮する 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のブルガリア代表戦とイタリア代表戦に向けて招集され、2009年9月8日の新前試合での南アフリカ戦でポール・マクシェインに代わって後半から初出場を飾る。 2010年5月下旬の親善試合でのパラグアイ戦とアルジェリア戦で再招集され、28日のアルジェリア戦で早期に負傷したジョン・オシェイに代わって代表を2試合目に出場し、無失点に貢献した。11月のアビバスタジアムでのノルウェー戦で初先発出場を果たした。2011年3月26日の UEFA。 ユーロ二千十二予選のマケドニア戦で公式戦初、先発出場を果たすと、八月十日のクロアチア戦で、後半から出場して、代表十試合目を記録し、先発出場した九月六日のロシア戦で、リチャード・ダンとの連携したプレーは目を見張るものがあった。クラブと代表の両方での活躍から、クラブでの同僚 A 段ホワイトと共にファイ、インターナショナルフットボールアワーズ年間、 最優秀若手選手部門の候補に選出され、2012年2月にファイの受賞式で最優秀若手選手賞を受賞した。2012年10月16日の 2014FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選でのフェロー初当選で代表初得点を挙げた。2006年にメリッサ・チョンと出会って付き合う。2010年12月には第一種となる娘を授かり、 2011年6月にメリッサと結婚した。2010年ナイトクラブでギャングの彼女と会話していたところをギャングに関係性を誤解され拳銃で膝を打つと脅された。セルティック FC。ありがとうございます。